店名が貝っていうのはこれどういう由来っていうか、まあ、炉のことなんですけど、ボールボールの貝ね、一人で始めたんでね、はい、機械を使わないで自分の手で研ぎ出すみたいな。イサキからいきますね。今日白いか、上の黒いのは炭塩ですね。塩美味しいですね。美味しいです。桜エビクリームコロッケ始めたの。これね、今日ね、赤身は下だ。さすがです。はい、相当肉厚で、もっちり系ですね。そうです。うわぁ、これボタン、うん、私も色気ありますね。本当ですか。鳥ですね。中トロは長崎。アジね。これ味ついてますか。カナコギザギザというか。カナコですね。大体カナコを入れてますね。馴染むじゃないですか、シャリに。中トロです。ボタン。ダブル。大山に小西ゴールドを乗せちゃいました。大人の味がしますね。そうですか。ちょっとでもありでも甘い。あ、今回は今北海道ですね。モデルスレンダー体型のモデルです。そうなんですね。金目鯛です。このボリューム感すごいですね、食べ応えが。そうそう、お腹いっぱいになってもらって、僕ね、すごい自分がいっぱい食べるから、あ、結構出そう。のどぐろウニご飯のキニラあんかけ。お出汁ものどぐろの出汁を使います。で、ここのどぐろとウニはね、あんをキニラ使う。この寿司屋でキニラを使うところを注目していただきたい。スプーンで移して混ぜて召し上がります。あんかけ、ちょっと中華っぽい要素が。そう、中華です。なんでこれキニラを使われると思ったんですか。まあ、季節的なものと、あとは好きだから。初めて食べました。毎月料理をいろいろ考えて工夫しながら、嘘では食べれないものをお出しできるように勉強します。昼間から豪勢な食事ですね。それ作ってるの誰ですか。